スイスの渓谷に架かるザルギナトーベル橋ザルギナトーベル橋はスイス東部グラウビュンデン州の渓谷に架かる橋であり1930年に完成したスイスの橋梁技師ロベールマイヤールによって設計されたもので近代コンクリートアーチ橋の草分け的存在であるその景観は米国土木学会のヒストリックシビルエンジニアリングランドマークスに選ばれている 中央に見える、ヒンジ一般図。深い渓谷に歩行を組み上げて作られた。20世紀初頭に活躍した、橋梁技師のロベール・マイヤールは、それまで鉄と石材が主であった橋の材料に、鉄筋コンクリートを導入し、近代的なコンクリート橋を多数考案、設計した。マイヤールはこの中でも、橋の中央にヒンジを持つ三ヒンジアーチに造形が、深く、 元橋もこの形式を採用している。指向は90メートル下の谷から仮設部材による四方向を設けて行われた。元橋のアーチ部材は中央に設けたヒンジのほか途中が大きく膨らんだ形状を持つことが外観上の特徴となっている。マイヤールはこの独特の形状について橋に荷重が偏って作用したとき、有効に働く形状であると説明している。 元橋は、水ストーブの町スキズから境外な道路を登った渓谷にある。元橋の福音はわずか3.5メートルであるが、歩道橋ではなく自動車も通れる道路橋である。ありがとうございます。